芳賀光明は、鎌倉時代後期から南北朝時代の武将、宇都宮氏の家臣。父は、宇都宮か月名の次男で、芳賀氏を継いだ、芳賀高久。子に、高笹田、孔家。弟に、芳賀氏の書類岡本氏の祖となった、岡本富高。出家後に、直山善家という法名を名乗ったことから、芳賀善家の別名で知られている。 はがこうみをはじめ宇都宮金綱に仕えて、鎌倉幕府のく木のきまさに参加、天皇寺の戦い、千早城の戦いでの幕府軍の苦戦にかかわらず、奮戦して、武名を挙げる。金綱は、鎌倉幕府滅亡後剣務政権に従い、政権崩壊も南朝方についていたが、前科は金綱に対する反発から彼を排除、着手宇じつを擁立して、宇都宮氏を、 北朝方に展示させる。このため、南朝側の反感を買って略王四年、広国二年には、巨城の檜山城を攻め落とされている。だが、関能二年、昭平六年の札田峠の戦いでは、足利高氏に味方して、勝利を決定づけ、合戦後に成立した、いわゆる札田山体制において、宿無実名は先行によって、足利忠義方について失脚した全関東出自。 上杉のりに代わって、上野、越後両国の守護に任じられた。鎌倉時代以来、一貫して、小山市によって、下野守護を独占されていた宇都宮市にとって、初めての守護部人であり、その功労者である、前家は、両国の事実上の守護代に任ぜられた。両国には、復権を狙う上杉氏新田氏の勢力が存在しており、前家率いる宇都宮軍はそうした勢力の鎮圧に、 尽力した。また、のりあきに代わって、関東出事となった、畠山国清も鎌倉府の気候を、入間川個人に移すなどの支援体制を取った。ところが、鎌倉久保、足利元氏は父、高氏が没すると、父が討伐対象にした、上杉のりあきを復権させるべく働きかけ、常時元年、昭平17年に、突如氏綱は、 越後守護職を解任されて、の明が守護に復帰した。これに反発したはがし一族は、上杉氏の軍勢に対して抵抗した。翌年、越後に入ったの明が元氏の命により、関東出事に復帰するために、鎌倉に向かうことを知った。前科は、途中の上の板花での明を打ち取ろうとするが失敗。武蔵岩戸の山、クリンヤで元氏の追悼を受けて破れ去った。 すでに、畠山国清が失脚している中でのこの事件は、宇都宮市による鎌倉笛の犯行とみなされる。宇治津川、上野死後も解任され、元氏による討伐を受けて降伏した。太平記によればこの時、宇治津川、前下の、この間の挙動、全く我が同意したることそうらわずと述べたとされている。の明の復権という目的を達成した元氏はそれ、以上。 宇治ツの責任を追求することはなく、前家が宇都宮市のために責任を負う形で退くことになった。大安五年、文中元年に82歳で没したと伝えられる。栃木県も岡市の会長時には前家の肖像画が伝えられている。ありがとうございます。